ゲームバックスは、スターゲームズが運営していた、日本のアダルトゲーム通信販売、ダウンロード販売サイト。スターゲームズの設立母体であるスターアルファが2001年に開発し、セガが2003年から2006年まで運営していた、セガゲーム本舗で使用されていた、DRM 技術、グルセンの実証と普及を目的に設立された。ただし、 グルセンの使用は2008年をもって廃止されており、その後はパルティオソフト製のソフト電池やインターレックス製のバディメーカー、ハートランド製の BDL など他社が開発した複数の DRM 技術を併用していた。度重なるサーバー不具合によるメンテナンス等負担の増加とそれに伴うユーザーの減少。 また、アダルトゲーム全体の売り上げの低迷などから2013年7月19日17時をもって、姉妹サイト、ブガミバックスルドと共に全運営を停止し閉鎖された。ビジュアルアーツがブゲームバックスのサイト内で、オフィシャル通販を実施し2006年より、キネティックノベルを独占販売していたが、ビジュアルアーツ自社通販システムの変更と、ブゲームバックスサイトの閉鎖に伴い、 2013年9月27日発売のサガプラネッツブランドのアダルトゲームカルマルカサークルからは自社通販サイトバコーバイブでの販売へと移行した使用しているサーバの問題で不安定な運営を強いられており平日の午前中に30分から1時間のメンテナンス時間を定期的に設けていた福永由美のキャラクターデザインによるお茶の水広こと 女子ロボットテラの2名が設定されており、サイト内でインターネットラジオ、ヒロコとテラのウェブラジオが放送されていた。ダウンロード販売、通信販売サイトの中では女性向け作品に力を入れており、au 専用サイト、乙女モバイルを開設していた。オープン当初は、コンピュータソフトウェア倫理機構審査作品を扱う、美少女ゲームアイト、 コンテンツソフト共同組合他の審査作品を扱う美少女ゲーム2に分かれていたが、2010年11月に統合された。同人ソフトは原則として取り扱っていないが、全年齢カテゴリーでは、日暮らしのなく頃に、など、例外的に販売されているタイトルも存在していた。わゆた受託。18歳未満閲覧禁止。ありがとうございます。